でも地味なところホームラン見つけましたよね。ホームラン発明してでも打って、はい、ねそんな、まあ、まあこういうケーキの時に、まあ、右肩上がりのケーキの時に ね、はい、販売先っていうのが見つかったんでしょうけど、ね、今だったらちょっとね新しく販売先を見つけるの難しいけれども、うんはい、でもこれね例えばこんな整列機ですから、はい、作る商品変わるたびにこれも買い替えなの。そうですね、買い替えになりますね。それはちょっといい感じやね。そうですね、まあ、感じとしてはありがたいことですね。何にでも使えるわけじゃないですもん ね、 ね、モデルチェンジするたびにこの整列機は、はい、あそうそう、高さも違うし、はい、速度も違うし、はい、物も違うということで、オーダーメイドで完全にオーダーメイド、完全にオーダーメイドで、はい、これはいいよ、生き残れるわ。1年ごとにモデルチェンジしますもんね。そうですね、はい、あのそのために頻繁に部品が変わるようでしたら頻繁にお仕事いただけますので。織崎さんはやっぱり大きなところが多いんですか？車関係とかですか？はい、車関係ですとか、あと携帯電話とかで使用されている部品のメーカーさんですとか。ちっちゃいものから大きいのまで。ちっちゃいものから大きいものまで、そうですね。結構忙しい。ぼちぼちやらせていただきます。はぁ、8名で大変やん。携帯電話なんかモデル的に早いですよ、おそらく。早いですね、はい。今までの取引先から十分に受注が来るっていう感じですか、今は。今はそうですね、まあ、ホームページ作らせていただいてまして、うんはいうんまあ、5割5割のような感じです、うん、既存のお客様と、あと新規のお客様っていう感じで、で工場に勤めてる人ね、僕ね、これラジオから言いたいんですけど、もしその LINE が綺麗に流れてたら、こういう機械のおかげですよ。ほんま、感謝の中にね、当たり前に本当にお尻についた時に苦労してなかったら、こういう機械のおかげですよ。まあですね、まあまあいろいろなね、楽じゃないけれども、はい、いいものを作るための機会、はい、日本には発掘すればあるんですよね、はい、でね、あったりだね、このケイシさんがこの2代目でいらっしゃるわけで、うん、そう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 、ここもちょっとこう、どうですか、先代と。いやー、日々ぶつかり合いですね。 あ、ぶつかります。やはり、はい、社長は社長として確固たる考えありますし、はい、私が新しい考え方でいろいろ話をすると、やはり考え方が甘いよっていうような内容でぶつかったりしますね。でもやっぱそれなりに息子は息子なりに提案があるでしょ。そうですね、はい、今の時代は変わってんねんとかね。先代はお前は甘いとか。そうですね、先代にはよく怒られますね。先代と言いますか、今の社長ですからね。違いますよね。今先代って言われると僕また怒られます。ああ、ほんまです、ほんまです。まあ今の社長からいろんなお叱りを受けるんですよね。そうですね、よくそのお叱りの代表っていうのは どういうところですか。よく叱られるそのポイントですね、まあ私の配慮が足らないっていう形で。誰に対して、機械に対して。その機械の構想ですね、はい、やっぱりね、技術者さんやね。でもケイさんね、こういう話見てたらこう本当ほがらかで、優しいね、息子さんやな。営業的にはすごい有利でしょ、おそらく。そうですか ね、 お父さんはどっちかというと職人派だ。あ、そうですね、バランスがすごい取れてる、はい、すごい取れてると思いますわ。ありがとうございます、ね、どっちかというと息子さんの方が大人になることの方がケースが多いんじゃないでしょうか、うん、まあね、いろいろいい意味でも先生、はい、悪い意味でも先生やと思って、ね、はい、そういうことを教えてくれる自分は反面教師の面もありの人間って、やっぱパーフェクトないから、はい、ね、ね、そういうふうに思ってグッと飲み込んだんだよね、いろいろ、ね、お互いにお互いにね、補い合ってるんでしょうね、はい、やっぱり後継者さんいなかったら寂しいよ、はい、ね、ね、お互いにね、先代がいなかったら自分の仕事はないし、はい、ね、後継者さんはやっぱりその辺はね、先代あっての自分の仕事やし、ね、そこがうまいことをね、言ってきたらもっと、うん、そうですね、どんどんバックアップしたいとは思ってるんです。その社長の仕事をできるだけ軽くできるようにはしたいと思うんですけど、優しいな、でもこれから自分でやっていきたいという部分もありますでしょ。そうですね、今後の新規のお客様に対しては、まあ、私が主導で仕事は進めていきたいと思ってますし、そうですよね、はい、やはり既存のお客様は社長の方がお付き合いも長いですし、あ、はい、やはりケースバイケースでやらせていただくことの方が、まあ、お客様の負担にもならないかなとも思いますし、そういうことやね、はい、ケースさん、ケースさんでね、はい、ケースさんのお客さんついた日があると思うんですよ、最初にね、はい、第1号が、うん、そうですね、それどんなんでした、それ。そうですね、今まで、まあ、社長と一緒に
行っていたっていう形が多かったんですけども、うん、まあ自分一人で動いてまして、で、うん、受注で仕事が終わりまして、納品できましたっていう時はやはりすごい達成感というものがありますね、うん、はい。今までどうしても社長が手助けっていうかフォローをしていた、うん、いただいてたんで、なんかちょっとそこにね、はい、やっぱりこう男としてもね、はい、うん、一人で1から10までやったっていう時は、はい、やっぱり感動した。自分なりには なんか達成感ですね、はい。息子さんは優秀なセールスマンやん ねえ、まあいいコンビやと思います。お父ちゃん好きでしょ。でも、うん、あーどうでしょうねここは好きと言ってもいや、これね、言葉にならない愛情がいいの、ね、そうでもやっぱりさすがすごい素晴らしいセールスマンを持ちでね、大前さん先行き明るいと思いますわ、うん、そうですね、うん、やっぱセールス大事やから。で一番最初に目つけたところがやっぱ一過性じゃないところに、はい、そうですね、あのモデルチェンジがあればまた仕事をいただけるっていう形で、はい、どうしても一度納品してしまってもずっと使われてしまいますとね、我々のお仕事として大前さんが持たないもんね、はい、待ってられてしまいますんでね、はい、商品を開発してください、はい、でも1973年からのこの歴史がね、はい、素晴らしい、会社だと思います。今日はですね、株式会社大前の取締役の中村圭司さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。